ご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ今日はですね、ウラカン STO スーパートロフェオオモロガータというですね、スーパートロフェオに出るマシン、ランボルギーニスーパートロフェオというレースに出る専用車両の行動バージョンというのをですね、試乗しております。今こうやって乗っている分にはですね、これ STO モード、モード切り替えはですね、まあ、スタンダードとなる STO モードで乗っておりますが、普通にオートマチックのシフト変換も早いし、随分ですね、素直に乗せてくれるなという感じがします。ただ若干こうスタンダードモードにしてはやっぱり足回りはね、ダンパー随分効いてるなという感じがしますよね。今切り替えをするとですね、この後トロフェオモードというのが、まあ、一つあります。ちょっとトロフェオモードにですね一回してみて、どんな感じになるか。はい、これがトロフェオモード、高グリップ路面に設定という形になります。シフト、わー、随分ダンパー効きますね。そしてオートマチックモードなくなって、普通に今シフトモードに勝手に切り替わっておりますのでシフトしておりますが、意外とですね音的にはそんなに激しくならないですね。以前乗ったウラカンエボの方がスポーツモード、コルサモードはすごかったんですけどね。そしてもう一つ、低ミューロ、低グリップ面に設定されたドライビングモード、あ、これはねダンパーちゃんとね柔らかくなりますね。あ、これだったら街乗りなんとかこらえられます。しかしね、音的にはどれもそんなに激しい音にはならないというですね、スーパートロフェオオモロガータというですねレース専用車両を行動仕様にしたということで、随分ですねおとなしめに設定されているのか。今 2,3000 回転で走っている分にはですね、何ら激しさは感じないわけですよね。シフトフィーリングも滑らかだし。さあちょっと高速走行に移ってですね、アクセルを踏んでみましょう。よっ、これはトロフェオモード。さあどのぐらいのパワーフィールになるか。お、全然うるさくはないんだよな。3000、4000、5000、6000、おお、はあ、来た来た。なるほど、4000以上ですごい音に変わるじゃないですか。そしてあえいや、しかしねすごいステアリングにキックバックきますね。あ、これはね本当のレーシングマシンのセッティングに近いな。ブレーキの唐突さ。あー、スーパートロフェオって言われる雰囲気が分かりますね。ハンドリングからしてすごいな、これ。このハンドリングだとちょっと行動厳しいぐらい濃い。これはね STO モードにしましょう。はい、これで STO モードです。 STO モードだと音もそれほど、結局ね4000超えてれば大きな音にはなります。だけどハンドリングがねもう今一歩ちゃんと行動乗れるセッティングにちゃんと変わってきますね。 STO モードのがね
パワーフィールとかそういうのはそれほど変わらないかもしれないんですが、ハンドリングが素直、そしてね、低グリップの面でやってみましょう。これね、音出力サウンドともにで激しいは激しいんだけど、ストリートだったらこの方が全然走りやすいな。ちょっとフル加速の音をね、トロフェオモードでフル加速の音をちょっと再現します。エンジンかけます。さすがにですね、あのアクセル開けられるところでね、これを走らせたらそりゃ気持ちいいですね。やっぱりね、ハンドリングのね、なんつんだろう、レーシングマシンっぽさ、これやっぱり STO ならではじゃないですか。ステアリングに来るね、こうダイレクト感とかキックバック感っていうのはね、これやっぱり足回りのただ単にダンパーだけではないですよね。本当にピロボールの足とか、まあ、硬化ブッシュだけではないところで作っている、そのね、しっかりとした高速走行での、まあ、ダイレクトなハンドリングを伝えるための足回りという感じがして、これをやっぱりストリート用に戻すのに、まあ、リセッティングしてきてるという形で、まあ、本来の姿は、思いっきりタイムアタックした時にですね、ステアリングにガンガンこう反応が来る、そんな走りがですね、こいつの本質じゃないかなと思うと、まあ、やっぱりレース専用車両から、まあ、作られているマシンだなという感じがしますよね。私もですね、レース専用車両っていうのはもちろん、よく乗りますから、前にあのスペインでテストした時のね、MotoGP マシン、フルカーボンカールの MotoGP マシンを乗った時のレーシングマシンの雰囲気を、まあ、ストリートバージョンに戻したホンダの RC213VS のね、映像の時にですね、やっぱりレース専用車両をどうストリートに乗れるように持っていくかって、サウンドをやっぱ落とさなきゃいけないっていうのがあったんですが、まあ、今回の車両もですね、やっぱりサウンドはですね、ランボルギーニ、ウラカン、エボ、フローカプセルよりも若干落としてるような感じはするんですが、なんでかストリート規制に合わせてきてるんですが、それでもやっぱり全開にすればこりゃ早いなって感じがしますよね。そして、何よりもいいのはやっぱり軽量化じゃないですかね。当時のね、その元 GP マシン、そして RC213VS に乗った時にもやっぱり軽い車体であることが、まあ、レース車両のね、お題になるので、まあ、そこに最も予算がかけられているような気がしますし、それがストリート仕様だからといってあんまり重くなってしまったらそれは面白くないよなっていう感じで、今回の車両もですね、1.3 トン、1.4 トンにならないですね。スーパートロフェオマシンは確か 1.2 トン台でしたけど、そこから、まあ、ストリート仕様に向けて、それこそ、まあ、50キロぐらいですか、50キロ60キロぐらいが重くなったっていうだけで、1.36 トンぐらいだったかな、34かな、とにかく640馬力でその車重というのをね、味わうのにやっぱり裏感 STO じゃなければ味わえない、今のね、加速感とか走り、そしてブレーキの強烈なダイレクト感ね。皆さんこんにちは、プロレーサー、そしてテストライダードライバーの丸山博です。今回はですね、裏感の STO を乗せていただくことができました。プロのレーサーとして速いマシンはですね、サーキットでもたくさん乗りますが、でもね、こういったやっぱりランボルギーニの、まあ、レース仕様、ホモロゲーションバージョンということで、元がまあレース仕様のマシンをね、乗せていただくのは非常に幸せでございます。本当にそこはですね、乗るたんびに思いますけどね、極
気持ちいいとしか言いようがない。またこの格好もね、我々にとってはですね、非常に楽しませてくれるマシンですよね。まあ、今回のカラーもスペシャルですが、いろんなカラーがこの STO にはありますが、とにかく派手です。レース仕様ということですから、まあ、本来はスポンサーカラーに身をまとうような形があってもいいと思うんですが、これなんか往年のオイルメーカーのカラーにもちょっと似てますよね。そんなレース仕様のですね、車両を乗って、まあ、何を思うか、まあ、先ほど言った気持ちいいっていうのはもちろんありますが、でもね、STO っていうのは先ほど言ったこうレースモデルからの派生なので、結構犠牲にしてる部分が多いんですよね。私がその 前に乗せていただいた、ウラカン、エボ、フローカプセル、まあ、こちらなんかはですね、基本はやっぱりストリートでランボルギーニを楽しませるようなマシンで、とにかく音の演出とかがすごかった。モード切り替えが、コルサモード、激しいモードとストラーダ、そしてスポーツモードとありますが、ストリート、街乗りでもですね、本当にスポーツコルサと持っていくはモード切り替え一つでですね、まあもうストリートをゆっくり走っていてもまるでレースのイメージシーンを思い浮かべるような、そんな雰囲気を味わわせてくれましたけど、こいつ意外とですね、レースモードとかではないんですよね。セッティングが、普通に変えられるだけで、 STO っていうのが、まあ、標準モードで、それ以外にはですね、普通にトロフェオモードっていうのは要はもうハイグリップでタイムアタックをするっていう形になって、もう一つはウェット路面で出せるようなモードがあるんですよね。まあ、この2つを切り替えていくんですが、街中で乗ってる分には本当にですね、音の演出は意外とあれなんだ、ウラカンエボフローカプセルよりおとなしいじゃないかって思ってた、そんなことはない。4000、5000と回していくとですね、とにかくもうレーシングバージョンのイメージにパカーンとこう切り替わる。これはどのモードでも同じような形になるんですが、トロフェオモードの場合だけ、まあ、排気、まあ、抜いた時にアクセルを抜いた時のですね、まあ、後ろから来る炸裂音がちょっと大きいかなっていうレベルで、まあ、どのモードも基本的には一緒なんですが、タイムアタックの条件を、まあ、変えるような形で、あくまでもレースセッティングを変えるモードがついてるっていう形で、ストリートでやっぱり楽しませるというよりは、やっぱりレースシーンでいかにそのセッティングを変えていくか。ウェット路面、まあ、低ミューロ路面でのセッティングにすると結構乗り心地がいいわけですよ。私最初に首都高速道路なんかでね、パッパッと切り替えて、やっぱり首都高をねバーンとこう加速するときにはトロフェオモードだろうなんつって、一挙にトロフェオモードにしてバーンってアクセル開けていくと、結構首都高って路面荒れてますから、そこでのキックバックが結構激しいわけですよね。そんなキックバックが激しく、うおーこれって本当になんかレース使用者、まあ、我々はですね、レース車両もよく作りますから、やっぱり足回りをですね、ピロボールとかで、強化物資入れたりピロボールにして、本当に路面からのダイレクトな感覚をステアリングに持っていくっていうのが、まあ、通常のレース仕様の作りですが、もうこの車両は基本的にはやっぱりまんまそういう仕様になっていて、いかにそこをですね柔らかく乗せようかって言ったら、もうダンパーを緩めるしかないんですよね。そういった時に、まあ、レインモードというかね、その低ミューロのモードに持ってって、やっとそのね、しなやかな、こう、キックバックがね、なってくるような形で、私は意外とですね、今回は、ストリートでバーンって飛ばすにしても、実はその低ミューロ路面のね、モード、これね、ちょっと読み方がわかんなかったんですが、それにした方が良かったっていうことで、トロフェオモードなんて、本当にサーキットじゃないと使えないだろうっていうね、それはセッティングの問題です。音はあんまり皆さん変わらないので、音のためにトロフェオモードを選ぶというよりは、本当にセッティングのためだったら、俺は街中、いや街中というか首都高速道路、高速道路なんかでも全然そのレインモードでいいんじゃないかっていう、それほどメインが激しい車両になっているなという形になりました。他にね、中の使い勝手はね、いろいろとやっぱりね、ストリートを犠牲にするものがありますよね。フロントボンネットなくなりましたよね。エアダクトをつけてですね、とにかく空力と、まあ、冷やす方向に全てを持っていっているので、まず荷物の出し入れがないと、後ろのカバーとかもですね開けられないので、これは後でですね、もうちょっと中の仕様とか見るときに皆さんにお伝えするとして、とにかく荷物の出し入れが全然やっぱりなくなると、それはそれで街乗りの使い勝手は厳しいなと。シートにおいてもですね、ハードなバケットシートをつけております。これもね、やっぱりレースにサーキットに持ってってレースに持っていくんだったらバケットシートですよ。フローカプセルのね、ふかふかのいいシートの場合、あれでも十分バケット力はあるんですが、でもね、やっぱりもうちょっと路面からのダイレクトの感じがないとわからないので、
まあ、なるべく薄めにする。薄めにすると言っても意外と乗り心地がいいわけなんですが、でも通常のストリートで使うんだったらやっぱりフローカプセルの方がいいかなという形で、乗ってみます。今回借りたバージョンはシートベルト、普通の3点ベルトが付いておりましたが、当然サーキットに行く時にはですね、大体4点か5点のハーネスをですね、しっかり取り付けられるシートに穴がありますので、大体そちらをつけるようになっているかなというふうになってますよね。とにかく乗っていて、本物のレースバージョンの乗り味を、まあ、体感させてくれるマシンとしてはですね、やっぱり今までのランボルギーニの、ランボルギーニエボとかそういったものよりはスペック的にやっぱりハードスペックなんですね。そのハードスペックをレインコンディションとか言ってなんとか街乗りもこなせるようにしてナンバーをつけたバージョンということで、私としてはですね、ハードなセットで走るんであればやっぱりサーキットに持っていきたいかなと思うし、それで飛ばしたら本当に気持ちいいだろうなっていうのはありますよね。今回紹介した STO はですね、私としては、まあ、本来ランボルギーニの、まあ、裏感を、ね、購入するんであれば、今エボフルオカプセル、それもリア駆動のマシンで私はねいいなと思っているんですが、サーキットに、主にやっぱりサーキットに走りに行くっていった場合には、この絶対的な軽量化がね必要だと思うんですよね。その絶対的な軽量化と、ちょっとストリートを犠牲にしているところをね、どうなんて言うんだろうな、差し引きするかっていったら、やっぱりサーキットでちょっとタイムアタックとかね、サーキットの走りを楽しみたいなって言った人は、ウラカンエボフローカプセルとかよりはこの STO を選んだ方が、本質的な速さはね、やっぱり本質的な速さの追求はこちらの方にあると思いますが、でもサーキットでねこいつを楽しみたいなっていう人、どんだけ贅沢なんでしょうね。私もですね、サーキットいろんなマシン持っていきますけどね、やっぱり消耗品のね度合いを考えると、やっぱりもうちょっと馬力をね我々は抑えたマシンで、本来楽しんでいくんですが、640馬力をフルにこの軽量化した車体でですね楽しませてくれる、鈴鹿サーキット富士スピードウェイとか本当にそこで全開にしてったら楽しいだろうなと思うけど、消耗品を考えるとえらい大変だな。でもね、実際にレースのことを考えると、大元の値段がね3700万4000万近くかな、オプション入れると5000万近くになりますが、十分に車体全体としては安いと思うんですよ。ただそれを使ってた時の消耗度合いを考えると、とてもとても年間参戦費一体どんぐらいかかるんだろうと思うと、我々にはねなかなかね、やりきれないと思いますが、でもそんなことも含めてサーキットでね、本当のなんつうんだろうな、 GT マシンの楽しさというか、レース車両の楽しさを、ね、味わってみたいなと思う人はこの STO を選んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。また車両の詳細についてはですね、まあ、第2弾の映像で、やっておきますので、内装等をですね見ていただくのはそちらの方で見ていただければと思います。今日はですねランボルギーニウラカン STO を、お借りさせていただいて乗ることができました。レーシングドライバーライダーとして本当に幸せなひとときをまた過ごさせていただきました。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また今回試乗した車両については詳細欄にリンクを貼ってありますので、気になった方はチェックしてみてください。さらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスター募集しております。また制作委員会へのご参加もお待ちしております。